小島ふとし、小島ふとし、小島ふとし、1947年4月11日体は、日本中央競馬会、JRA に所属していた元調教師、元機種、競馬評論家である。機種、調教師時代は、美穂トレーニングセンター所属であった。1966年に、機種デビュー。若手時代から、桜を冠名とする。 前園職所有馬の主戦騎手を務め、桜勝利、桜千代の王による東京優秀日本ダービー制覇をはじめ、1996年の引退までに8、大競争、GI 競争10勝を含む10勝84勝を挙げた。通算8476戦1 2 4勝。大競争における勝負強さや、独特のキャラクターから花のある騎手とみなされたが、 他方では気丈ミスにより、数々の勝利を逃した騎手と申され、気与編の激しい存在であった。ファンからは、ふとしの愛称で親しまれた。1996年3月より調教師に転身。主な管理場には、GI 競争2章のイーグルカフェや同3章のマンハッタンカフェなどがいる。調教助手の小島良太は、次男、小島勝蔵は三男 騎手の小島大地は四男。また、小島のいとこである小島武蔵も休務員である。1947年、北海道斜里郡小清水町に馬賞と想定士を兼ねる小島武次郎、母、常の間に次男として生まれる。家業の関係から幼少の頃より馬に親しんで育ち、草競馬にも出場していた。小学生になると夏休みには、手伝いとして、 同栄競馬に出入りし、高学年に入ってからは、竹吉彦、竹国彦の父に許可を得て、中央競馬の競馬場にも足を運んだ。同時期に十戦無敗の名馬、時のミノルの生涯をモデルとした映画、幻の馬に強い感銘を受け、また NHK が放送した、日本ダービーの様子、ゴールデンウェーブ優勝などにも触れ、騎手への憧れを募らせた。 少年時代は騎手になることについて脅迫的な心情を抱いており、成長期に背が伸び始めると、それ以上伸びないようタンスの引き出しで眠った。足が大きい子供は大きく育つという話を聞き、包帯で足を巻きつけて眠ったという話も伝えられている。騎手陽性過程を受験する時も、もし落第したら性官連絡船から飛び降りて死ぬという覚悟であったという。 また中学生の時、小清水の町営牧場でたまたまで暮らした競馬関係者という高校生に対し、東京で騎手になりたいんですと打ち明けたところ、無理だね。君は背が大きすぎるようだと突き放されたという話がある。この高校生は、後に三冠馬ミスター CB などを管理する松山康久で東京から修学旅行で北海道を訪れていた。実際に、 小島は、騎手家庭受験時点で、身長163センチメートル、体重50キログラムと、騎手を目指すにはかなり大柄だった。1962年秋に、中央競馬の騎手養成長期課程を受験し合格。翌1963年春、中学校卒業後に、騎手家庭第14期生として入所した。同期生には、田島義穂、安田富夫、木野哲也、 平井祐二、池上正宏などがいる。中でも、田島良保とは、血を分けた兄弟みたいなものと語る親友となり、二年次の旧社実習は共に、東京競馬場の高木良造旧社で行った。高木旧社からは、小島、田島が騎士家庭に合格した直後から入門を誘う手紙が送られていた。父、竹次郎は、 当時最大の勢力であった、尾形東吉旧舎への入門を望んでいたが、小島は一流騎手が多くところ属する尾形のもとでは、騎乗機会に恵まれない。自分を欲しいと言ってくれる旧舎へ行く方がいいと主張し、騎手家庭終了後にそのまま、高木旧舎所属となった。これに伴い、当時高木旧舎に一頭だけ馬を、予託していた桜コマースの全園職と出会う。 竹次郎が厩舎へ挨拶に訪れた際、同座していた数人の場所のうち竹次郎は全に、小島の講演を頼み、全もこれを引き受けた。1966年3月に騎士としてデビューし、7月に初勝利を挙げた。翌年に5月には、グローリーターフで、東京障害特別、春を制し重賞初勝利を挙げ、当年重賞3賞を含む37賞と躍進。 囲碁名機種が揃う関東にあって、頭角を表していき、1972年には48勝を挙げ、関東のリーディングジョッキー、年間最多小騎手となった、全国3位。なお、前年末から流行した馬インフルエンザの影響で、当年は1、2月の東京、中山開催が中止となっており、勝利数は比較的少ないものとなった。 翌九百七十三年には桜祝いで函館山菜ステークスを制し、全に初の重賞をもたらした。九百七十八年には、久保田原始9社の桜勝利で、日本ダービーに優勝、八大競争初制覇を幼少期に憧れた競争で果たした。翌九百七十九年には、ビンゴガルー、久保田9社によるサツキ賞優勝を含む重賞発賞を、 上げ、以後も毎年の重重勝利を重ねた。こうした活躍の他方、1976年頃から講師に大きな変化が訪れた。同年に師匠の高木良蔵が病気で引退。小島は新規開業した高木の長男、吉尾の旧社に移籍したが、同時期に調教し、坂井翔太郎の長女と結婚し、前の与託馬の比重は坂井旧社へ大きく傾いていった。 これによって、長らく競馬界の名物と申された、馬主、桜コマース、前園職、調教師、酒井翔太郎、騎手、小島太氏のトライアングルが形成された。1983年、小島は方々に予託されていた桜コマース所有馬への、騎乗を円滑にするため、高木義雄の旧舎を離れ、フリーとなる。これと同時に、 全と500万円で正式な騎乗契約を交わした。当時、騎手が特定の馬種と正式契約を結ぶのは、画期的な出来事であった。1986年に、桜豊王で、天皇賞、秋に優勝し、全の所有馬では、桜勝利以来の大競争制覇を遂げる。しかし間もなく、小島と全は、契約を解消。完全に、フリーとなった小島は、 塩崎敏夫の紹介により、当時バブル景気に乗って工学場を続々と購買していた早坂滝地との関係を深めていった。これをきっかけとして前との関係に祖母が生じ始め、1987年春頃より一時的に絶縁状態となった。高木良造旧社での弟子である松本重春の仲介によって、数ヶ月後には和解したが、 関係と絶の間に桜スター王への騎乗機会を失っている。小島は、同馬のデビューから参戦に騎乗していたが、四戦目の、弥生賞を前にして、禅は、小島の騎手時代の同期で、同馬の管理調教師の平井、小島を乗せるなという指示を出し、以後同馬には、闘神二が騎乗して、さつきキッカ賞のクラシック二冠を制した。禅との復縁後は再び、 桜の馬で活躍を、はじめ、1988年には、前年2歳優秀3歳母馬に選出されていた、桜千代の王で、自身2度目の日本ダービー優勝を果たす。1993年12月に、全が死去すると、その9日後に桜豊王の子、桜爆心王で、スプリンターズステークスを制覇。勝利機種インタビューで、 小島は寝ても覚めても親父の言葉か考えていた。絶対に勝たなくちゃいけない。絶対に負けられないと思っていた。これまでの騎手人生で最高の仕事ができた。親父にありがとうと言いたいと語った。以後前の所有馬は息子の全勝列に引き継がれる。翌1994年12月4日には桜キャンドルによる勝利で史上十三人目の通算戦勝を達成し、 18日には、桜爆心王でスプリンターズスペースを連覇した。1995年秋に、翌1996年2月いっぱいでの引退を発表。その秋の GI 戦線では、桜地と王、桜キャンドル兄弟で、天皇賞、秋とエリザベス女王杯に優勝し、引退を惜しむ声が数多く上がった。翌1996年2月25日をもって、 手を引退。最後の騎乗は中山頻馬ステークスで桜キャンドルに騎乗しての急着であった。引退式ではファンの間から起きたふとしコールで送られた。JRA 通算8476戦線24勝、うち8大競争、GI 競争10勝を含む重賞84勝。重賞勝,勝利の半分は桜によるものであった。 1997年3月、坂井翔太郎の定年引退に伴い、管理を引き継ぐ形で、美ホトレーニングセンターに旧社を開業した。同年秋には、桜ローレルで、フランス遠征に臨んだが、目標とした、外旋門賞の前哨戦、フォア賞の段階で故障、引退という形となった。調教師としては、カフェを冠名とする。 西川清とその家族の所有場を数多く管理している。小島と西川の出会いは1995年の天皇賞、秋に優勝した夜、寿司店でたまたま席が隣り合い競馬談義をしたことに始まる。2000年2月にイーグルカフェが共同通信杯4歳ステークスを制し、調教師としての重賞初勝利を挙げると、5月には同馬が NHK マイルカップを制し、 G.I. 競争初勝利も果たした。2001年から2002年にかけては、マンハッタンカフェが、G.I. 競争参照を挙げた。なお、西川、死後は、息子の西川光一仕様の勝負服柄、木、黒出すき黒袖は、黄色と黒を使って、空いている図案でという注文に沿って、小島の妻が考えたものである。イーグルカフェ、マンハッタンカフェ以降は、 G.I. 競争制覇から遠ざかっていたが、2002年、2004年、2006年には、関東の優秀調教師賞を受賞している。2018年2月28日付で、定年のため、調教師を引退することになった。最終日には、中山競馬場で、騎手時代同期の池上らと共にお別れセレモニーを実施した。引退後は、スポーツ放置の専属で、 競馬評論家として活動しており、2018年の週刊賞より GI レースの予想を主面で開始している。通算戦勝を超えているものの、年度別の勝利数で見ると、自己最多価値は58勝、30代後半以降の勝利数は、おおむね30勝前後と安定した中堅騎士という実績ではあった。しかし大舞台での勝負強さと数々の印象的な、 気丈もあって、花のある男と評され、表面的な実績以上の強い存在感を放った。寺山修司はその印象について、パリのジゴロか白爵夫人のつばめか、とでも言った身のこなしで、背も高くなかなか生きである。美しい馬に乗って華麗なレースをする、というのが、小島太志の特色であり、その点でも目立つ機種であったと評した。また坂井翔太郎は、勝負強いというのか、 重傷や、大レースで卒なく乗って、いい結果を出すところが大向こうを受けした理由だろうとしている。他方、人気場に起乗して、あっけなく敗れることもたびたびあった。江面広し成りは小島を表して、負けっぷりがいい、とでも言うのだろうか。小島太志と,という騎手は不思議と負けた時の印象が強い、騎手だった。それゆえに罵勢を浴びることも多く。 おそらく歴代の名騎手と呼ばれる人たちの中では、最も罵声を浴びた騎手ではないかと述べている。また、小島自身、負けるときには、負けっぷりよく負けた方がいいと思うんです。三着を狙うレースをするより、勝つか、どんじりに負けるかというレース。やっぱり大事なのは、勝つっていうことですからねと述べている。一丸博氏は、全くの推論に過ぎないが、小島太志騎手には、 熱狂的なファンと完全なアンチファン、その2種類しかいないような気がする。中間派というのはあまり聞いたことがないと述べ、そうしたギャップが生じる理由について、素人目にもわかるぐらいのボンミスによる敗戦と、その一方にあった、ほとんど天才的と言えるグイの勝利によって、ファンはどんどん熱狂的になり、アンチファンはますます嫌いになるのだろうと論じている。こうした二極化については、小島自身も、 ファンからしたら、日本一下手だと思う奴が半分で、まあ、上手いと言ってくれる奴も半分いるかもしれないけど、そのくらいの評価だと思うよと語っている。坂井翔太郎は、小島の騎乗ミスの例として、桜北東王が最後の直線で、外拉チ沿いまで車光して5着に敗れた、菊花賞や、コーナーを曲がりきれずに競争を中止した、桜栄光王の新馬戦など挙げ、 ふとしのおかげで何億円存したかわからない、調教史跡の僕が何度倒れそうになったことか、ファンにとっては、話題の、多い、見ていて楽しいジョッキーだったかもしれないが、馬を託すこちらとしてはたまったものじゃないなどと、その気丈への苦言を残している。一方で後気丈の代表例として挙げるのが、桜ゆたか王で制した、天皇賞、秋と桜千代の王で制した、日本ダービーである。 小島に対して辛辣な言葉が多い堺をして、これらの競争については、彼の完璧な騎乗で勝たせてもらったと感謝している。どちらも馬の実力以上のレースだったとサ時を送っている。また堺は、小島の美点に騎乗フォームを上げ、いまだにあれだけの格好で乗れる機種は、そうはいない。馬に柔らかく当たって、負担をかけずに軽く乗っている姿は見た目にも、綺麗だった。 ふとしのあの姿勢だけは、日本一だぞ。せっかくそばで見ているのだから、ああいう風に乗れるように勉強しろよ僕は、いつも、弟子たちにそういったものだと実戒している。騎手時代の小島は講師にわたり、貧困法制という評価は皆無であった。坂井翔太郎は、のんべえ野郎で、どうしようもない。レースでも私生活でも、あんなにハラハラさせる奴はいないと語り、小島も自らも、 元祖、不良と認じている。国鉄広氏は、馬に乗ってても、凶悪の匂いがすると表し、また大川慶次郎は、小島太子の生き様は誰もが真似して成功する、生き様じゃないんですよ語り。だから正規は、自身の機種生活を帰り見て、太子さんを見て、こんな生き方をしちゃいけないな、いけないなと思いながら、同じような生き方をしちゃったのが、失敗したよなと述べた。 調教師になって、以後は派手な遊びはなりを潜めている。本人曰く、騎手時代は、現実の自分とは全く別の騎手、小島太というフィクションが一人歩きしていたといい、旧社開業以後は、裏方に徹することにしたと語っている。旧社を自ら掃除するのが日課で、旧社を訪ねてきた、新米記者が、掃除中の小島太に対し、先生言いますかと聞いてきた。 それまでプリベートでは無駄金の使い放題だったのに、旧社経営になると、水や電気は節約しろだの口を酸っぱくして言うなど、かつてのイメージとは180度異なる経営者としての顔を見せている。全演職とは前日の通り騎手デビュー前から進行があり、その関係の深さは親子以上とも言われた。前は小島をとしと呼んで実種のように可愛がり、小島もまた、 前を親父と呼んだ。死の床にあっても、小島の成績を気にかけていたと言われる。またゼは在日朝鮮人であったが、ある時、朝鮮人であることで JRA との間で何か、あった時、お前に迷惑をかけるより、帰化しようかと思っていると漏らしたこともあったという。小島はゼについて、僕の裏側までわかってくれる理解者でした。そして、ゼさんも、 親や奥さんや兄弟に言えないことを僕に打ち明けてくれたところがあって、五分五分に理解し、五分五分に遊んで付き合いた最大の友であり親父でしたと述べている。小島が騎手として強い影響を受けたのは、野平雄二であった。ごつい競馬をしていた時代に、一人だけかっこいい競馬をしていた野平に憧れ、野平雄二の真似をしようと思ってこの世界に行ってきたと述べている、ヨーロッパ志向が強かった。 野平の影響を受けて、自身もフランスで起乗し、また、競馬の奥深さ、面白さを積極的に発信しようとした野平に習い、各種媒体にも積極的に登場した。死である、高木良蔵について、小島は、競馬界に入ったばかりの若い時期に、高木良蔵という素晴らしいホースマンと出会えたことは、幸運としか言いようがない、私にとっての調教師の理想像で高く評価し、 その人柄や、調教法、馬との接し方を、間近で見た経験を、同じ調教師となった立場において、今では本当に、かけがえのないものとなっていると述べている。なお、息子、良太の、両の字は親友である、田島良保と、高木良蔵の双方にかけたものである。騎手時代、小島は養成所の一騎下で、長らくトップ騎手として活躍した。 岡部幸夫と不仲であるとも見られていた。しかし小島は、こうした見方を一生に伏し、そんなくだらないことを書いてある雑誌を見たら、すぐに破って、ゴミ箱に捨てることを、お勧めすると述べている。なお、小島が、調教師として、重傷、GI 競争を初制覇した際は岡部が騎手を、務めてり、騎手生活終盤の岡部は毎日小島旧社の、調教に参加していたという。 競馬評論家で競馬の神様とも呼ばれた大川慶次郎と小島は一般媒体において互いに名指しで批判的言動を行っていた。小島は著書において大川が解説でこの馬だけ入りませんとコントした馬、桜シンボリを勝たせた競争を会心のレースとして取り上げ、八方美人的な予想よりは大川慶次郎さんのような予想の方が潔いのだろうけど、 そういう、潔い方というのは、どうも、こっちがあまり大したことはないと思ってる馬を、過大評価してくれたりするねと皮肉っている。一方の大川は、桜ローレルの引退式において、故障がちなローレルを、GI 競争を二勝するまでに育てた、坂井翔太郎を差し置いて、小島が自ら表彰台に上がったことを問題視し、小島太子という人間に意を持ちましたと述べた。 なお、次男の亮太も、大川の死後10年以上が経った2011年に、自身のブログにおいて、大川の生前の発言を、知識不足と批判している。広角化、相撲ファンとして知られ、NHK の大相撲中継に出演したり、相撲の話題について、マスメディアから論評を求められることもある。相撲関係者とも親交が深く、中でも、第8代八角親方、 第61代横綱、北斗海とはのみ友達という、直木城場の桜北斗王は北斗海から、桜千代の王は、第58代横綱、千代の富士、13代九十親方から名前をもらっている。勝利数が、社体になっている都市は、関東リーディングを獲得したことを意味する。太地の競争名は、グレード制が導入された1984年以降は、 G.I. 競争を1983年以前は8、大競争を指す。年度別成績記録は、優春2007年9月号、名ジョッキー列伝、小島太氏より、中央競馬成績のみ、2008年終了時点。成績記録、受賞歴は、日本中央競馬会サイト、長教師名官、小島太氏より、太地は、門下生、内は、 旧社所属機関と所属中の職分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。